もうこれぐらいのことないんだよ。小さいことが。こういうね、こんなの売ってるのかこれ。工具って言って、これを持っておくよとか言ったり、やるやつ。一練習とか。はい。で、領収書ってのが来ました。出てないんですよ。名刺書いていただいたらお送りするように。あ、そうですか。返した。どうカタログもしてください。あ、そうですか。はい、ぜひご案内。はい、はい、めっちゃ食って、うん、ありがたかったです。すいません。ありがとうございます。すいません。はい。ちょっと見とこI'm not sure.
出店かなんかしてでもこれかっこいい本当だ、うん、あ、タイトルこれ見てスタイルとかならないんですけど。
これ最近インスタ載せたはったやつ。あ、そうです。何かわからんやつ。あ、ほかけ船です。ほかけ船なんですか。このまあ正解派と正解派がこの向きなんで、ああ、おひなさんって言ってたのは逆になっちゃう。なるほど、船ですねこれ。そうなんですよ。こうじゃなくて、はい、こう見るとなんか文字とこう動きですかね、波のこう。あ、ほんまや。文字や。かけてあるって感じですけど。こう向きではないですね。文字がやっぱりこうですね。はい。船や。なるほど。おひなさんと思ってたんですけど。ね、全然違いますね。でも思い込むことに。はい。でもなんかいろんなお客様ではなんか目つきの悪い鳩とか。そんな見方もあるんですか。これが目で。ああ、こう向きで見ると。そうですね。あとタケノコとかね。あ、タケノコ、いろいろ見方ありますね。はい。まあでも字がこうですね。まあね、その波の向きとか。波の向きと。あ、これ全部文字ですね。そうなんですよ。読めないんですけど、はい、法とかね、なんか。はい、字や。ザクロとか面白い。これ何ですか？ザクロ。ザクロが輪っかみたいな。はいはいはい。真ん中付行で。はい。ザクロの種が書いてあるんですかこれ？種ありますか。ねえ、種がちゃんとあるじゃないですか。それちょっと面白いですけど、いいなと思って。あ、これもこれこの間見てくれはりますか？見てないですね。なんかね、蝶なんですよ。でもなんか一応とかけてあって、蝶蝶なんです。周りがですか？多分全部蝶々。これはここが頭で、はい、
でこう羽で、はいはい、これが頭で羽でこれ触角で、はいはい、っていう、 こう組み合わせですね。ほんまや。あ、それの連続で、はい、と胃腸の、まあ、腸が向かい合ってるんですね、これだから。だからちょっとダジャレなんです。はい、と胃腸。胃腸。胃腸はどれだ。胃腸。これがね、この羽が胃腸の形してる。ああ、なるほど。胃腸の葉っぱを腸の羽に、 の羽に見立ててみたいな感じ。おそらくですけどね。あ、なるほど。と思い込んでますけど、ね。思い込んでね。と巾着ですよね。そう思ったらそう見えますよね。でも腸ですね。最初ね、なんか違う風に思ってたんです。あ、テントウムシみたいだ。はい。チョコとかあるけど、このこのタヌキはあんまりない。日本で。焼き粉が多い。これは彫刻だから、だいぶわからない。ありがとう。ごめんなさい。これも大よりましたね。これかわいい。黒が。なんか珍しいな。ちょっと新鮮な感じ。キンキンなんですけど。ちょっと途中っぽい。途中っぽい。江戸時代なんですね。江戸時代ですね。けどちょうどね、怒られるかもしれないし、今持ち主がいいです。関根持ってます、はい、オラガは
ゃんの。あ、全部で1万2000円。だけど、いや、もし湯飲みだけ探してるっていうんやったら。あの、そのケースに不良品やったら、はい、これ買おう、これ、はい、すいません、回られます、ちょっと回られます、ここなんです、この目印、あ、そうですね、ここのある目印、あんまりいっぱい、あれでちょっと受けてたら。